乳首が4等身の皆様こんにちは。いやー、ようやく読める。イベント回想、あ、見れるわ。うわ、私全部見てるから解放されてるけど、初回開催時から変更はありません。あ、しかも初回開催時から変更ありませんっていう表記が出てる。すっげえ。スティーブ・ジョブズ並みの発明じゃないこれ。すっげえ。よし、じゃあフロイドのユニオンバースデー見ていきたいと思います。行こう、これ見たかったんだよね。はい、行こう。てかさ、なんかハズビンホテルとか見ててさ、思うんだけどさ、ヴィランズ好きって2パターンいない？なんか1パターン目はヴィランズの悪行してるって認識しながら好きな人、だからヴィランズのその悪いやつなところが好きなパターンで、2パターン目はヴィランズの悪いことを悪いと認識してないパターンの推し方だから、生粋のヴィランズ思考の方2パターンいるなーって思って、多分ハズビンホテルとかもどっちのパターンかによってだいぶ見方変わってくるんじゃない？やばいやつが成り上がる物語と捉えるか、それともかわいそうな人が成り上がる物語と捉えるかによってだいぶ変わってくるよね。あー腹減った。今日はたこ焼きが用意されてるらしいし、早くパーティー会場に移動して。そんなにたこ焼き好きなんだ？目の前に素材はあるのに。え、でも理性は働いてるんだね、その辺フロイド。まあでも魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターは幸運を運んでくるって話だし。なんかやっぱ話し方全然違うんだけど。いや最近さ、 YouTube ショートに結構ボイスの動画上げてるんだけど、それ見返すと全然違うね。すっげえ面白いやつが来るとか、珍しいプレゼントもらえるとか、何か楽しいことあるといいね。地球に襲来してくるラディッツ。失礼します、誕生日のインタビューに来ました。あ、デュース。あ、ミスター優勢なんじゃ。プレゼンターを務めるデュース・スペードです。知ってます。リーチ先輩、お誕生日おめでとうございます。おめでとう。11月生まれに3月に誕生日を祝うデュース・スペードさん。なんだ、サバちゃんか。サバちゃん、いや最初猫凡人のことかと思った。サバちゃんってだってツナ缶好きでしょ。リーチ先輩、不機嫌というかテンション低めですね。サバもマグロも変わらないでしょ、ね、だってハズレ引いたっぽいから。うわ、サバちゃんって無難なプレゼント選びそうじゃん。まあ確かに優等生目指してるからね、塾の先生にあげるようなプレゼントあげると思う。まあもらうもんはもらっとくか。とっととプレゼントちょうだい。警棒、警棒どうぞ。あ、リーチ先輩に気に入っていただけるかは分かりませんが拗ねてる。僕なりに一生懸命考えました。まあ嫌だよね、だって誕生日渡す前から拒否されてるの。あ、何このペライ封筒、商品券でも入ってるの？え、手紙だったら超ウケるんだけど。すげえバカにしてる。違いますよ、文句なら中を見てからにしてくださいフロイド、ちょっとうざい。はいはい、中身はマジカルホイールでドライブに連れて行く券。え、なんか親孝行みたいなことしてる。え、な、何？マジカルホイールってオウムガイみたいな形した陸の乗り物のことだっけ？え、二人乗りいいんだ、マジカルホイール。やべ、全然二人乗りいいんだ、マジカルホイール。ウケんだけど、稚魚かっての。サバちゃん、本気で考えてこのプレゼント選んだわけ？可愛いじゃない。はい。リーチ先輩は楽しいことが好きだってエースが言っていたので。やっぱミスター優勢なんてちょっと考えが幼いよね。多分学校に今まで行ってなかったから
ちょっとあれなのかな、その人間関係とかのさ成長がちょっと遅いのかな。僕が一番楽しいと思うこと、マジカルホイールでのドライブをプレゼントに選びました。おお、なかなかやらないの私はね。でもやる人もいるんじゃない。へえ、俺マジホイって乗ったことないけど、そんなにいいもんなの。マジックホイホイ、100円を入れるとカードが出てくるよ。もちろんです。流れていく景色とか、自分が風になったような感覚とか、すごく気持ちいいですよ。確かに。でもやっぱり全面風がガードされてる車の方がいいよね。あの乗り物がそんなにスピード出してるとこ見たことないんだけど、うん、本当ならなかなか楽しそうじゃん。マジホイ早く乗ってみたいかも。でもフロイド運転する側じゃないよ、きっと免許必要でしょ。この後はインタビューやパーティーがあるので、今日中にってわけにはいきませんけど。免許持ってるってこと、デュース、ミスターユーセロン。リーチ先輩に予定がない休みの日にでも僕の後ろに乗ってください。いいコース見つけておいたんで。いいじゃない。なんかいつかさ、ほうきを浮かせたままその上にマジックホイールを乗せて、そのままほうきと一緒に曲芸できるようにならないかな。なるほどね。この剣を使えばいつでも何度でもサバちゃんがマジホイを出してくれるんだ。新海誠監督の映画ポスターのキャッチコピー、いつでも何度でも。だってこの剣、マジカルホイールでドライブに連れて行くって書いてあるだけで、うん、あ、回数書いてない。フリーパスってこと。マジホイでいつでもデートしてきてね。はい、マジホイラブレター俳句。1回限り有効とか、何月何日までっていう具体的な規約とか制限は何も書いてないじゃん。うわー、好き疲れてる。それに本人限りっていう縛りもないし、せっかくだしジェイドにも貸してあげよっかな。もう変形してロッククライミングの壁みたいなデコボコさになるんだよ。あいつもリーチ先輩だしね。うわ、すっごい穴ついてる。いやー、バイクにも穴開くし、デュースの心にも穴開いてる。そんなところまで考えて作ってなかった。 NRC に対して対策なさすぎ、特にリーチ兄弟に対して。書類を作るときはもっと慎重にならないと。この件だってある種の契約書なんだから。いや、やっぱり当事者が言うと説得力違うね。はい、今回は僕の落ち度なので。2回でも3回でもドライブに連れて行きます。リーチ先輩がマジホイにハマってくれたら僕としても嬉しいですから。まあ確かにね。できればあんまり外は運転しないでほしいな、フロイド。サバちゃんもなかなか言うじゃん。その言葉後悔しても知らない。まあとりあえず1回目のドライブ楽しみにしてんね。大丈夫かな。ヘルメットは必須だね。全身鉄固めの方がいいかも。できればハニーバーバーチャイ。ちょっと待って待ってね、待ってみんな待ってよ。オーケーオーケーオーケー、いいよ。ああオーケーオーケー、いいよ。はい、誕生日会。あ、ってかさ、モストラウンジってこれ楽屋だよね。モストラウンジってこれ楽屋だよね。いや、すごくない、ちょっと広くない。ではインタビューを始めます。はい、インタビュー。オッケー、今は気分いいから答えてあげる。あ、バイブス上がってね。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか。兄弟誰だろう。フロイドの兄弟って誰だろうね。でもいるしな、兄弟。ただし同じ寮の生徒は除く。
ということです。ルチウス？ジェイド以外の兄弟か。もっと兄弟が欲しいとか考えたことねえけど。ああそうなんだ。へえ、なんか50人ぐらい兄弟いれば替え玉でマジホイの免許とか取ってきそうだよね。お互い弟にすんならカニちゃんが悪くなさそうかな。あ、トラップラエース？カニちゃんって、エースですか？へえ、バスケ部だから。そう、サバちゃん、俺のプレゼント選ぶときにカニちゃんの意見を参考にしたんでしょ。あ、これエースの意見なの？購買で俺の好きなパン買っといてくれることもあるし、割と俺のこと分かってるっぽいじゃん。コビ売ってるだけだと思うよ。購買のパンって、あれはリーチ先輩がエースから無理やり巻き上げただけなんじゃ。あなるほどね。え、なんか言った？うわー、そういうことか。カツアゲしてる。ノン利子ノン返済フロイド事業。いえ、何も言ってません。わあすごい、わけ隔てないねフロイドは。でも本当にいいんですか？あいつ口は悪いしわがままだし、全然可愛げないと思いますけど。別に可愛げなんて求めてねえよ。そもそも兄弟だからって常に一緒にいるわけじゃないし。確かに、トグロ兄弟じゃないんだから、ザ・タッチじゃないんだから。カニちゃんとはバスケ部の休憩中に服とか靴の話でよく盛り上がるんだよね。ファッショナブルな二人なんだねこれ。アパレルペアだ。確かに寮や教室でも新しい服とかバッシュが欲しいって話をよくしてます。アパレル部だこの二人。バスケ部の中のアパレル部。この間も一緒に限定モデルのスニーカー見ててさ。限定モデルのスニーカー、どういうの限定モデルって？歩くたびにヤッホーの音楽が聞こえるスピーカー付きの靴とか。俺期待を込めて誕生日に誰かくれないかなって言っておいたんだけど、それは初耳でした。のび太思考。なんだ使えねえな。どうせなら好きなことじゃなくて欲しいもの言っといてくれたらいいのに。ま、そういうとこもカニちゃんっぽいよね。頭の回転は悪くないけど爪の部分が甘いっていうか、ちょっと前バスケの試合中にしょぼいパス出してきたチームメイトがいたんだよね。しょぼいパス。根性出せよと思って元気が出るようにそいつのスポドリにレモン汁たっぷり絞ってやったんだけど。はあ。なんかさ、エースって容量いいって言われるけどさ、結構怒りに身を任せるところあるじゃん。なんかでもそういうところってさ、容量の良さと相反さない？その時通りがかったカニちゃんが、俺が渡してきましょうかってニヤニヤして言ってきたんだよ。やだ、なんか、うわ。え？なんか小物感すごくない？エースのやつ、部活でもそんないたずらに加担しているのか。うわ、やだ。すっごいいい立ち位置にいる。だって初犯じゃないからさ、主に怒られるのもエースじゃないしね。じゃあよろしくって頼んでみたら、何も知りませんって感じの態度でドリンク渡してきてくれて。え？相手に飲ませるとこまでは大成功。ごますってる。でもその後で、どうしますみたいな顔して俺の方を見てくんの。なに俺がフォローすると思ったっぽいけど、そんな約束してねえし、カニちゃんが勝手にやったんじゃん。結局その後はどうなったんですか？騒いでるとこロブスター先生に見つかって腹筋100回の刑。
まあ自業自得だね。これはフロイド事業失敗。打ち上げられたオットセイみたいに悲鳴上げてた。あ、エース工房だった。そういう甘いとこも含めてカニちゃんって面白いよね。だから弟にしてやってもいいかなって。え、でもさ、正直さ、他人だから面白いみたいなところない？だって巻き込まれるかもしれないよ、血縁者になったら。退屈なやつと兄弟になるとか絶対に嫌だから。あー、でもいいのか、フロイドはこういう性格だから。他人だから面白いみたいなところあると思うんだけど。へえ。まあフロイド自身も同じような感じだから惹かれ合うのかね。やっぱりトラブルメーカーは惹かれ合うみたいな。誕生日、お前トラブルを抱えてるな。おらおらおら。次の質問です。もしオクタビネル寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？アズカバン。オクタビネル以外ならサバナクロー寮かな。え、干からび寮大丈夫？強いやつが偉い。え、それってシンプルでよくね。まあ確かに強いやつが偉い。いや、まあ寮に関して言えば部活に関してはそれでもいいんじゃない？まあでも部長って強いだけじゃならないよね、きっと。一番強いやつが部長になるわけじゃなくて、まとめられるのが上手い人が部長になるよね。ムカつくやつがいたら実力で黙らせればいいってことでしょ。マレちゃん入ったらもうゲームオーバーってこと？え、サバナにさ、マレちゃん行ったらもうすごいことになるんじゃない？ちょっとレオキン TV どうなっちゃうんだろう。拳で語り合うのが手っ取り早いですからね。まあ確かに意外と話せるじゃん。サバちゃんも本当はサバナクローに入りたかったの？あ、サバだけにね。あ、だからサバちゃんなの？いえ、僕はハズラベル寮でよかったと思っています。マジで？あのよくわかんねえ法律を守るとか俺なら絶対にだるくて無理。まあそれぞれ特性、めんどくさいところとかあると思うよ。ネズミの行動とかいちいち気にしてらんねえし、腹減ったら好きなもん食いてえし。へえ。これが世に言うネズミ講ってやつ？あー、でも法律を守るかどうかってその時の寮長次第なんだっけ？なんか縛りは寮長次第で厳しくも緩くもなるみたいな話してなかった？じゃあもし闇の鏡が俺をハーツラブル寮に選んでたら、うん、今頃は金魚ちゃんをギュッと締めて俺が寮長になってたかもね。あー、まあタイでは負けないだろうね。までは分からないけど。それは無理なんじゃないですか。うちの頭を甘く見ないでください。ウギーだからね。本当にウギッチが怒ってる時にそのウギッチの後ろ全て白の背景にすると日本の旗が出来上がるっていう都市伝説。どうです？あ、都市伝説じゃなかった、これ豆知識ね。随分としつけされてんじゃん。ウギッチの真っ赤な顔をセンターに置いて、で後ろを全部白い背景にすると日本の旗が出来上がる。しつけがなってるって言えばポムヒオーレも割と嫌かも。ポムヒオーレ？あそこの寮生たちイワシの群れみたいに動きが揃ってるし、旗から見てるだけでも超窮屈。すごいよね。なんか今時ないんじゃない、あんまりこういうところって。ベタちゃん先輩は服とかメイクとか詳しいし強いとこもすげえなーって思ってるけど、それなんか NRC ってさ、そう考えると結構時代に逆行してるよね。なんかさ、今ってさ結構個性が重要視されるところあるでしょ。でみんな個性的、自分らしくていいじゃないみたいな。逆行してるよね。同じ寮になったら姿勢とか服装とか力ずくで強制してきそう。考えただけでやんなる。うわー、確かに。シンデレラでもそういう話あったな。シンデレラ2でさ、シンデレラがね、その王族の暮らしになれなくて、その王の礼儀とか王族の礼儀とかを叩き込まれてすっごい窮屈そうな顔してたんだけど、
アズールはモストロラウンジじゃ注意してくるけど、人が見てないところだと好きにさせてくれるよ。あ、そうなんだ。人が見てないところ、うわ、着ぐるみ、あ、着ぐるみみたいだね。ローズハート領長も礼儀作法には厳しいですが、確かに服装に関してはポムフィオーレの方が厳しそうですね。確かにね、短パンで言ったら殺されそう。俺からすれば似たり寄ったり、結局オクタビネルが一番気楽でいいわ。あ、これでインタビュー終了です。次は、次は幸運のギフトの時間だね。来た来た、おばちゃん、俺相手にビビってんじゃねえの。ペンライト振ってます。今まさか先輩相手でも手加減はしませんよ。爆弾飛ばしそうだけどね、フロイド。へえ、いい度胸してんじゃん。じゃあといつでも来いや。ドスが効いてる。ドス、それでは遠慮なく。うん、フロイドリーチ先輩、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。フロイド生徒ありがとうございます。うわ、アパーみたいな格好してる。落語家のセンスの持ち方。はい、フロイドの見ていこう。あ、待って。はい、フロイドさん、年に一度の誕生日ね。今日は退屈知らずで過ごせるといいな。年に一度の誕生日、マヨネーズを吸いまくれ、吸って吸って吸いまくれ。あ、小指ちゃん、俺になんか言うことない？誕生日おめでとうはもう聞き飽きちゃったけど。ケチャップ吸ってる？はい、グルービー、どんなグルービーが待ってるのかな。一体今日のお祝いはまあまあ満足ってとこかな。来年も期待していい？何本満足ですか。落語家のセンスの持ち方いいね。あ、デュースが、これ首いってない。デュース大丈夫？フロイドさんのボイスオープニングセレモニーです。いきます。プレゼント回収しようっと。逆サンタクロース、いやー、逆サンタクロース、逆ネズミ小僧、いやー、逆ネズミ小僧。見て、この真っ赤な靴下、グッピーちゃんからのプレゼント。どの靴に合わせようかな。真っ赤な靴下、衣装に合わせづらくない？あ、でも無人島に漂流した時にさ、いざとなれば SOS の旗として機能する。賢い。あ、しかもリドルが怒った時に、怒った時の顔色と照らし合わせると同化して消えそう。マジックに応用できない？賢い。寮生たちにバースデーソングをリクエストしたんだけど、すげえ不協和音で笑えたわ。あ、ごめんなさい。それぞれの故郷のカントリーミュージックをバースデーソングにしてるので。アズールが誕生日だからとハメを外しすぎないように。だってプレゼントくれといて説得力ないよね。確かに、いつもハメ外してるからね。ハメとメガネだけは外すなよって言われてる。アズール、小エビちゃん、俺の部屋見たい？プレゼント持ちきれないから運ぶの手伝わせてあげる。うわぁ、荷物持ちだ。ホテルマンじゃねえんだぞ。サバちゃん、マジホイでカーブ曲がるとき地面スレスレまで車体倒すんだ。スリル満点で超楽しい。うわ、乗ったんだ一緒に。うわ、安全面は考慮しません。誕生日の服は寮ごとの指定で、靴は自前なんだよね。俺はスニーカーにしたけど、革靴ってのもありかも。へえ、そうなんだ。はあ、革靴ね。なんなら逆に草履とかもありじゃない？ウニちゃんにお菓子買ってもらった。何も用意してないっつうから、わざわざ購買まで連れて行ってさ。絶対に追いはぎしてるよね。
賞金首狩りだよね。もうベタちゃん先輩がストールくれたんだ。いろいろ使い方を教わったけど、ぎゅーっと締めるにもいいかもね。わあ、すごく長いマフラーを作って、結局起きた3人で共有するのかな。何かよ、お祝いなら2回でも3回でも好きなだけしてくれていいよ。その点恋人って楽だよね。だってハッピーバースデーの代わりにキスすれば済むんだから。私口で全部ハッピーバースデーって言わなきゃいけないんでしょ。へえ、洒落たドリンク持ってきたじゃん。俺は飲みたい気分じゃないけど。何それ、ちょっとシャンパン持ってきて。ドンペリシャンパン、ドンペリシャン。クリームまみれの状態でジェイドと写真撮ったんだ。親父とママに送ったら割と反応良かったよ。あ、マミーと親見たいんだけど。ねえ、どこにいるのマミー。その水槽の中にいない。マミー、親父もいない。飼ってないのかな。どこにいるんだろうマミーと親父。親父